長官、俺は耳よくないんだ、聞くつらいよ。じゃあもっと近づけばいいだろ。はい、最後一口气也要跟小鬼子拼到底，我们就算有最后一颗子弹也要钉在小鬼子的身上。放翻译咱换个故事讲吧，这人日本警察盯上你吧。我自己的嘴，我愿意说什么说什么，他管得着吗？可他让我翻译呀。那你就翻呗。你这话说的，我要把你说的都给他翻了，你还能活吗？長官、それ彼の話は日本語で通訳できないんだ。訳せと言ったら訳せよ。范先生，这咱也算是老相识了，您别为难我行不行？不，这样，我请您喝酒去。我正长兴头上呢，喝酒的事儿啊不急啊，回头再说。咱们接着讲啊，团长谢俊元这番话呀。官兵们听了就像吃了大力丸呢，浑身是劲儿。有人说了，你怎么知道谢团长说了这番话呀？啊，彼はその日本人はすごくすごいと言ってる。どこ？全部や。そうらしい。あんだけ長々と話すってそんなければないだろ。つまり。日本人は中国人に対して親切で友好で優しい、地味深いで寛容の、それ中国人は仲良く知ってくるの。戦争の話をしてたんじゃないのか？そうだった。終わった。你上来的时候怎么不跟我们商量商量？你想下去就下去，下去也行。烧个枪子儿回去吧。范先生，咱打住啊！你不想活，我还想活呢，你别烧上我呀！你瞧你说这话，我想不想活是我的事儿，你能不能活是你的事儿。阳关道各走一边。再说了，我这说的好好的，你非往我这儿靠啊，你到头来还埋怨我了。这叫什么道理啊？是不是？真是接着说。对，接着说。好。别，我这好心当成驴肝肺了是吧？那行，那我把你说了我都翻译给他。翻呢？我正怕他听不懂呢。你就说小鬼子不得好死。你们哪里的？教官，彼はそう言った。今日の天気はとてもいいですね。あいつの言葉の中に語彙とか数とかあったんですね。ああ、そうだ。そうだ。彼は、そうだ。あいつは我々日本人を愚弄してるんじゃないのか？彼。お前は嘘つきばっかだな。ろ。そのちし。朱先生回来，小鬼子脑袋还有枪子儿，脑袋开了，开了花不说，小鬼子还能梯子上轱辘下来，不管金蛇呀！你过去的工作一定是在那有，一定是在那。啊！霍长官，不是你这是咋了？别提了，那小鬼子抽了几鞭子，都被啥臭名？就跟那讲相声的方先生吃了瓜烙。方先生啊，那他怎么样了？他比我还惨，那躺着呢。在哪儿呢？在戏台那边。陈掌柜来了，郭先生，哎，哎呀，好，咱哥俩喝口去啊。
上点药吧，慢点啊！哎，哎，你这，嗯，说我何德何能啊，让你们两口子照顾我一个人？就凭你这张嘴，哎，这伤的还真是不轻呢，且得养一段日子了。这能叫伤吗？这还不叫伤啊？这叫惨儿。红的、黄的、青的、紫的，这就是一幅画啊。没错，你确实是幅画。哼，确实是彩。伤没好利索，再待几天再走不行吗？好意心领了。那你想去哪儿呢？天南海北啊，喝最烈的酒，吃最香的饭，看最美的妞，说最甜的话。王先生，没别的意思，这点钱放你这儿，看见他就想起我来了，打个念想啊。转着圈说话，看着你这一番好意呀、啊，我就不骂你，啊，收起来吧，真拿你没办法呀。方先生，我说一句行吗？说的对了，当然是好；说的不对，您就当我是胡说。洗耳恭听。方先生，我知道你是条硬汉子，铁嘴不饶人，可这话有时候不一定非得顶着风说不可，稍微顺点风就能少吃点亏。说完了。说完了，我送你。这人，我这好心好意说一大顿，连句话都没有就走了。没回是万幸，要是回了话，保准呛你个好歹的。让他说软话，说顺风话呀。还不如杀了他，那也不能一句都没有就走啊！真是怪人，这就是他的可爱啊。
你谁呀？干啥的？哎哎哎，你醒醒！嗯你谁呀？这我屋，干啥的？你等着。实在不好意思，让你们受累了。喝酒喝多了没啥，送他回来也没啥。不能打人啊！你看把我弟那脸打的，成啥了？实在对不起，都是我们不好。我弟曾田跟你们道歉。謝る。なぜ謝る？君たちの店で中国の酒を飲まなければ、村田はこんなことしなかったはずだ。中国酒は人を害し、理性を失わせる。ジョンワチを害れん。スーチューリージュ。啥？你这个。先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。爹的说啥呢？行了，跟他们没法交流，回去吧。おじいさん、それは違うわ。中国酒のせいじゃない。飲みすぎだからよ。どちらにしても送ってきてくれたのだから感謝するべきですよ。もういい。文句あるなら出てってもいいぞ。お母さん、入りましょう。是。酔いが覚めたのなら、お父さんのところに行ってください。待ってますよ。誰に送ってもらったんだ。誰が送ってきたかも覚えてないの。まさか人を殴ったことも覚えてないの。殴った。俺は誰を。村田、お前たちはもう出て行け。来たところへ帰る。お父さん。もういい。早く荷造りをしなさい。中国のお酒を飲まないといけないの？酔わないといけないの？別れの酒が。お父さん、全部私のせいです。大変申し訳ありませんでした。ここから出てってくれるのが一番の詫びになる。お父さん、乾杯しましょう。村田的女儿小尊说想过来看看你。看我干啥？啊，要不你们进屋了，我先忙去。哦。先进屋。花子哥，
今天我是来替我的爸爸和爷爷向你道歉的。这事儿，那不用了。哦，不不不，你无缘无故受了委屈，我们应该向你道歉。我说不用就不用了。如果你还在生气的话，你可以打我解气。打女人算什么爷们儿？可是，你又不打我，又很生气的话，那怎么办呢？行了，我不生气了，你走吧。看来你还是没有原谅我们。我说了，我不生气了。可是，胖子，我来啦。姐给你买的最爱吃的。对对。哎呀，有人啊。我咋看你这么眼熟呢？啊，您好，我是村田的女儿，我叫小尊。村田？我想起来了，是那个打我弟弟的日本人，是不是？是，所以我今天是来给画子哥道歉的。画子哥，你少跟我们套近乎。我是真心诚意来道歉的，希望你们相信我。真心诚意？你打个巴掌给个甜枣吃，我问你，诚心在哪儿呢？如果你们还在生气的话，可以打我解气。这可是个好主意。你爹打了我弟弟一个嘴巴，那我也打你一个嘴巴，你看行吗？哎呀，不行啊！哦，可以不打脸吗？可我弟弟被打的是脸，那你打吧。这可是你说的。没错。姐，那个。闭嘴。哎哎，你走吧。嗯，可是我还没有得到你们的原谅，我不能走。你不走，这你家还是我家呀？让你走走，给我滚！你再不走，我可真揍你了啊！给我走！啊，走！아뭐너네나가오토산오토소이씨아이나메르노와고래가사이고가무시리마세도어시테와타히토치와아스코데토시스르가무시리마세휘와모스그월오아이도자마잔또이게되게르가라시라나이데쇼가코토시와무지데모次の冬はいずれも来るんですよ。もらった。どうぞ。中国の酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。本当はお前たちと別れたくない。寂しくなるからな。あいつのせいだ。家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。笑ってもいいが、わしも若い頃は大酒飲みだった。酔っ払ってあいつに迷惑をいっぱいかけた。だがあいつは一言も文句を言わなかった。俺が年を取って稼げなくなった時、あいつは一冊も帳面を俺に投げてやました。それには俺の罪状の全てが書いてあった。そして
あいつはもう全財産持って出てった。村田、あ、お前も気をつけた方がいいぞ。お父さん、ありがとうございます。あ、乾杯。何の酒だ。おいしいですか。おい、濃厚でまろやかだ。これこそが中国の白酒です。中国の酒か。日本酒はもうないんです。ここには中国酒しかありません。お父さん、さっきも言いましたが、今夜は我々の最後の酒かもしれないですから、気にしないでくださいよ。あ、あ、お父さん、どうぞ。花子哥，你找我？小翠，我想跟你说，我姐她没想打你，她就是吓唬吓唬你。就算真的打我，我也心甘情愿。她真的没想打你。这样吧，我替我姐跟你说声对不起。你是在跟我道歉吗？是啊。那你得先接受我的道歉。我接受。你不生气了？不生气了。你笑啥呀？我在想，我替我的爸爸和外公向你道歉，你又替你的姐姐向我道歉，真的很好笑。浩子哥，你是个好人。你也是个好人。我要走了，希望我们有机会还能再见面。你要去哪儿啊？我跟爸爸妈妈要离开大连了，往北边走。再见。再见。村田，村长，
行っちゃったか。恩知らずめ。あ、お父さん、起きてましたか。ああ、どこへ行ってたんだ。必要なものを買いにちょっと出てました。ああ、いや、お前たちがいなくなったら私のご飯は誰が作る。ここにいなさい。中国の博士は本当に魅力的なもんだな。え、何？あ、別に何でもない、何でもない。陳掌柜、我为我的行为向你道歉。都过去这么久了，不提他了。你原谅我了。我都说了这件事儿，啊，不用再提了。那我以后还能来喝酒吗？大门敞着，来了就是客。你是咋喜欢上中国酒的呀？啊，是这么回事儿。那年大雪天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，用酒把我的身体凑热了。我又在浓厚醇香的酒味中活了过来，从此我就喜欢上了中国白酒，也体会到它的美妙。看来你得感谢救你的那个人。我会永远记住他，直到生命的最后。中国の飲み屋行ったのか。まあどうしても飲みたいなら飲んでもいいが、買ってきて飲めば、え？二人でゆっくり話しながら飲めるだろう。お父さん知らないでしょ、中国酒は家で飲むだと酒場で飲むのは味が全然違いますよ。どう違う？一体どう違うか口では説明できません。とりあえず違いますよ。お父様、時間があったらあの酒場に案内して行きましょうか。いや、どうか別の店にしよう。どうしてここの店じゃダメなんですか。あの店の店長がお前をここに送っていた時、私はあいつを叱ってしまったんだ。お父さん、陳さんはとても寛容な方なんですよ。気にしてませんよ。それに陳さん酒場付近で一番人気なんですよ。そこでしか中国酒の本当の魅力を感じ取れません。私を信じてくださいよ。酒場はいかがでしょうか。お前がどうしてこの店で飲むのが好きなのか分かってきたよ。気に入ってもらいました。うまい酒が嫌いなものはいないだろう。機会があればまた一緒に行きましょう。你咋来了？啊，我爸爸和爷爷不在家，妈妈让我来找他们。找到了吗？嗯，找到了，他们在喝酒呢。
你啥时候走啊？我不走了。不走了？嗯。你很希望我走吗？不是。挺冷的，咱进屋说吧。小尊来了。啊，你好，我是来找我爸爸和爷爷的。吃饭了吗？嗯，吃过了。啊，那行，那我先走了。你别走啊！ただいま。何かおっしゃることはないんですか？ああ、村田と飲み屋に行って日本酒をちょっと飲んできた。でも日本酒の匂いじゃないわ。そんなことはない。お前、鼻がおかしいんじゃないのか？嘘つかないでください。二人であの中国の飲み屋に行ったんですね。でたらめを言うんじゃない。でたらめなんて言ってません。お父さん、お父さんまであの中国の飲み屋に行くとは思いませんでした。しかもこんなに酔っ払って。もうどこの飲み屋に行こう、俺の勝手だ。お前が口を出すことじゃない。もう本当にこの家には酔っ払いしかいない。お前なんで黙ってる。お父さん頑張ろう。自从今天来到你们酒馆后，他就喜欢上了这里，而且酒量不断上涨。我本想让我的父亲来制约他，让他少喝点酒，可是他不听，还让我父亲也喜欢上了中国酒。本来他们是背着我拖着喝酒的，可当我反复劝说他们后，他们就明目张胆地喝，喝醉后，他们丑态毕露，为此，周围的邻居都疏远我们了。陈掌柜，我求求你想想办法，救救他们吧！要是再这样下去，他们就被酒毁掉了。一个人啊？啊，我岳父今天身体不舒服，没有来。哦，喝酒喝的？那怎么会？那是他长毛病了。哎，陈掌柜，你今天不忙吗？再忙也得过来看看你。哎，哈哈，请坐。知道我为啥来看你吗？为什么？我是想看看你那两个呀，是不是又露出来了？你说什么呀？开什么玩笑？没开玩笑啊。那天你喝多了，啊，裤子掉了，临出门还摔了个跟头，起来提起裤子就往外走。这不可能！满大街的人都追着你看。不信你去问问，你又跟我。哎呀，喝醉了酒乱跑啊，逮着屋子就钻，还好那是个男人屋，那要是个女人屋子，还能坐在这儿喝酒吗？要是那样的话，那警察就饶不了我了。这屋里的人也饶不了你了。哎，不管是中国女人还是日本女人。你要让我看，都不喜欢喝醉酒的男人。最看不上的就是醉酒以后，无知、浅薄、庸俗、膨胀、下流的模样，